太郎です。毎回ですね、自由党の共同記者会見が終わった後に、ネットをご覧の皆さん、山本太郎のツイキャスを通してこの記者会見を見てくださっている皆さんとやり取りをさせていただきます。皆さんからのご質問に答えるという形でございます。よろしくお願いします。いやー、さっきのよかったよな。あのね、先ほどの代表記者会見の最後で、記者から受けた質問、要はどういう手があるのか、この局面においてっていうことに対して、まあ、とにかく思い切ってちゃんとやるしかないという趣旨、まあ、もっと詳しく言うと、これは政治の闘争であるわけだから、その闘争、どのように戦っているかということを国民にしっかり見えるように筋を通して戦う、それが重要だと。で、まあ、一時審議拒否のことがありましたよね。で、一方では国会をサボってるだとか、内容をあまり理解されていないようなことが、報道にも載ってるような状況がありました。そのことが私ちょっとどう思うっていうようなことを聞かれたので、そのようにお答えしたらですね、そんなマスコミが言ってることをいちいち気にしててどうするんだと。マスコミが言ってることを気にしているんだったら、今私は生存していないっていうお話をされてていやー、それはそうですよね。国策で本当に自分で命絶ててもおかしくないような追い込まれ方をしたわけですからね。うわー、よかったな。安倍さんは獣医師会いいねと言ってたことに一言ちょっとどっか間違えてますね、それね。ちょっと正式なお話をじゃあここにね。愛媛文書です。ありがとうございます。愛媛県さん、国会からの要請応じていただきました。委員会からの要請、参議院予算委員会の要請に、このような文書を、関係文書を送ってくださったと。こんなことが書いてありますね。その中の、報告とされている中、獣医師養成系大学の設置にかかる加計学園関係者との打ち合わせ会等について、27年の3月、地域政策課ってところが出している文書、まあ、どういう打ち合わせをしましたかってことをやっぱりメモるんですよね、みんな。上司に報告しなきゃいけないし、それだけじゃなく、やっぱりどういう仕事をしたかってことをやっぱり報告しなきゃならないですからね、命を受けたものとして。加計学園から理事長と安倍首相との面談結果等について報告したいとの申し出があり、加計学園側からちょっとお話ししたいんです、報告したいんですって言われた。で、27年の3月3日に同学園関係者と県との間で打ち合わせを行ったという次の一文ですね、今言われていたのは。加計学園からの報告などは次の通り、2月25日に理事長が首相と面談、括弧15分程度、理事長から獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。なるほど、まあ、加計さんがこういうの作るんですっていうふうに言ったんでしょうね。まあ、以前から話してたのかもしれませんけれども、そしたら首相からですね、そういう新しい獣医大学の考えはいいねとコメントありってことなんですけどね。まあ、何が問題かって言いますと、まあ、総理がこの獣医学部の計画を知ったのは、ずいぶん後だってことですよね、おそらく。2年後ぐらいの話にされちゃってるって、国会の答弁ではね。だから、もっと前から知ってたんですねってことが、以前に行われた打ち合わせからはっきりと分かるっていうような、ものですね。まあ、メモどころじゃないですよ、これ。報告ですからね、報告書として挙げられているものですから。中村愛媛県知事が小沢さんと親密で政府に不利な情報を流しているとの報道があるが、真意を教えてくださいってことなんですけど、そんなんがあるんだったらまず最初に自由党から暴露してんじゃないですかねって話なんですよね私が知ったのも、報道ベースが多いし、まあ、これは委員会から、ね、配布されましたけれども、まあ、ちょっとした陰謀論かもしれませんね。脱皮の仕事が早いのがウケるよね。
朝一で新聞各社の首相動静アップってって話なんですけど、あ、なるほど、この27年の2月25日でしたっけに、総理がどういう動きをしてたかってことを首相動静で一気に各社のやつを上げたと、それを朝一で上げてるっていうことね、っていうことで、まあ、あの組織があればそんなことは簡単ですよ、組織があればですね、で、まあ、首相動静に関してなんですけれどもね、まあ、15分ぐらいの時間だったらはめられる、その打ち合わせが、当てられる場所っていうのは何箇所かありましたよね。なるほど。まあでもこうやってどうして友達なんだったら電話でいいじゃないかとかって話もね、中にはあるんですけど、でもやっぱり官邸に来てその周辺の人物とかにもしっかりとそういう話をしてるってことを確認してもらうことによって、やっぱり、なるほどと、この案件はGOなんだなということをさらに深く認識しながら、日頃の業務に励んでもらうという周りへのメッセージとしてもそういうことって必要ですよね、多分ね。ちょっと待って、流れが早いな。まあでもね、そんな、安倍政権がどうのこうのっていう部分と、違うな、愛媛県知事は、愛媛県知事について、小沢さんと親密だからどうこうっていう話がありますけど、だって愛媛の原発も再稼働の方向じゃないですか。ってことを考えると、その部分では一致しませんよね、うちの、自由党の政策とは。そう考えるとかなり無理がある設定だなっていうふうに思いますね、小沢、愛媛県知事陰謀説ですけどね、まあ、どちらかというとやはり、今の政権側の足並みを揃えてる部分もやっぱり愛媛県知事としてね、自分の県の利益となる部分に関してはそれを受けている部分もあるわけですけれども、まあ、でも今回の部分っていうのはかなりやっぱり、なんでしょうね、下手したら国からいじめられますからね。だからずっと今治の市長さんは文書も出さないってことを心に決めてるわけでしょ、国との関係があるから。でもやっぱり国との関係もあるんだけれども、やっぱり愛媛県としての信頼を失うっていうのはやっぱり大きな損害だという本当の部分がしっかりと見つめられてる人なんだろうなというふうに思います。TPP もコープロも国民の命に関わる問題です。市民もあちこちで抗議活動を頑張っています。加計関連の承認喚問等に与党が応じるまで審議拒否して、野党合同で記者会見を開いて審議拒否の理由を訴えてほしいです。また拒否、拒否は1回したんですが起き上がったんですよ、再開されたんですね。だからちょっと今から審議拒否の理由を訴えるっていうのも、時期としては難しいのかなと思います。まあ、私としてはずっと審議拒否してていい立場だっていう考えなんですね。まあ、審議拒否をしていれば空回しという形で勝手に委員会を進行されて、で時間いっぱいということで採決されてしまうという可能性がありますけれども、審議拒否をしながら、委員会の、運営というものを止めるような動き、委員会室に人を入れないとかっていうこともできるわけですよね。私はそっちの方がよっぽど真っ当だなと思います。なぜならば今国会で通されようとしている法案にろくなものがないからってことですね。ほとんどこの国に生きる人々にとって将来的にマイナスにしかなり得ないようなものが重要法案とされています。嫌ですね本当にね。あ、ポスター欲しいって書いてくれてます。ありがとうございます。事務所に問い合わせていただけますか。すみません。山本太郎、ポスター作っててですね。で、今ちょっとポスターを申し込めるようなフォームとかをですね、作成しているところです。ぜひ、全国で貼りたい方いらっしゃったら、貼っていただけるような形にしたいなと思っています。ちょっと待ってくださいね。下に下がりすぎたな、今度は。これを上げるにはどうしたらいい？一回切ればいいんかな。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、大丈夫ですよ。独り言ですから。待ってくださいね。はい。
なるほど。ちゃんと国会で議論するための国会議員じゃないのってことですけれども、当然です、それが大前提という話ですが、しかし、議論の前提を大きく、壊されてしまうような事柄があったということを忘れないでいただきたいんです。それは何かというと、やはり、国が情報を出さない、必要な承認を求めても応じないというようなことがずっと続くと、やはりこれは真相究明は不可能になります。そういう、それでも審議を続けるということも可能ですけれども、やっぱりそれでは到達できませんね。だから少なくとも、そのようなことが続けられて1年間、ほとんど、偽の文書をもとに、偽の証言、答弁をもとに国会が回されていたということがいかに重大かということをですね、これ本当にあってはならないことなんですね。犯罪ですから。でもそれさえもですね、その犯罪行為に対しての調査は犯罪者側である財務省が調べをしているっていう話なんですね。あ、すいません。ですね、途中、話途中でおそらく聞かれた方、これ多分最初から見ていただければ分かる話だと思うんですけども、先ほどの伊方原発に反対していないよね知事はって話をしたのは、小沢さんと、県知事が共謀をしてこのような文書を出してきてるんじゃないかっていうような、陰謀論が流れていることに対して、いやちょっと待ってよって、安倍政権に対してもともとノーを言っているような政策ではないよね。例えば伊方の原発の再稼働っていう部分に関してもそうだしっていう話ですね。もしもそんな深いつながりがあってっていうことだったら、以前から連携してそのような政策、をしていっているはずですよね。それだけ深いつながりがあるならば、何にしても何をやっても数の力、自公、希望、維新で通ります。でも国民に政府が何を目指しているのかが分かる野党の質問は大事です。大事ですね。やっぱり先ほど、小沢さんが言われてましたね。議員内閣制においては野党の仕事は政府の批判であったりとか、政府の不正っていう部分に対したりとか、いろんなことを追及するというのが仕事の一つではあると、あるけれどもという部分ですね。もうこんな、完全に積んでるという状況が生まれたとしても、参りましたとは向こうからは言わないってことですね。じゃあそれを最後まで詰めるためにどうしたらいいですかって言ったら、出すべき書類や呼ぶべき人を呼ぶっていうことがなければ成立しないってことなんですよ。それをずっとやらないでしょ。で、愛媛県知事の承認喚問に関して応じる必要、それを呼ぶ必要はないということを自民党の国対委員長でしたか、今日おっしゃってますからね。この局面で事実かどうかをはっきりさせるためには来ていただくしかないじゃないですか。それさえも呼ばないっていう時点でもうはっきりしてるんですよっていうことですね。あれ、これ見づらいな、ちょっと待ってね。コメントをもっと表示する。今日私質疑がありました。地方創生に関連する話なんですけどね、要は大学の入学の定員を、抑制する、削って、東京とか他の大きな都市のっていうようなことで 東京一極集中を、なんとか、抑制しようっていう、もう思いつきみたいな法案が、普通法案というか、施策がですね、実際に打たれてるんですよね。でこれを今度、でかい法案として東京の、大学を10年間、定員を抑制するというような内容なんですけど、もう本当思いつきみたいな話なんですよ。この2016年度の数字で総務省が発表しているので分かったのが、東京の転入の超過、人がどれぐらい入っているかということを見ると、もう12万人超過しているような状況、その前の調査と比べたらという状態ですね。あまりにも、
で、今までやってきたその大学の定員の、抑制策というもので減らせた数字は3500人ぐらい、東京に。だから焼け石に水なんですよ。で、これをやってすごく困ってる人たちいっぱいいるんですね。どういう人かっていうと、自分が例えば、駿台とか東進ハイスクールとかっていうようなところの模擬試験を受けて、合格の判定が A だった人、ああここに大体入れるわと思って受けに行ったら受からない。で、下に下に受けていかなきゃなんないっていうような。A で、A ランクの大学に、A 判定で受かると、模試で分かった人、三大模試で、それが分かった人でも、結局は、D ランクの大学で止まっちゃったみたいな。こんなことがすごく大きく、この2年間。これが28年度からスタートして29年度。だから去年と今年に受験した人たちはもう地獄なんですよ。どうしてですかって言ったら、そういう思いつきのような、じゃあ学校、大学の定員を抑制すればいいじゃないか、みたいな思いつきのことをやったから、それだけの混乱が生まれてるんですね。もうみんなかどうかわかんないですけども、私の、周りの知ってる、ご家庭の人たち、みんな泣いてます、本当に。これで何が悪い、これで何が、ひどい話になるかって言ったら、やっぱりいくつも学校を受験しなきゃ、自分のもともと受かると約束されそうなところでもどんどん滑っていくってことですから、いくつも学校を受けなくちゃならなくなる。経済力が必要になるんですよ。ってことは、家が本当に厳しい状態で、ワンチャンスだけで受けに行った人っていうのはどうなるんですかっていう話ですよね。で、そういうことを事前に分かって予測して、こういうことになりますからご注意くださいっていうようなインフォメーションしたんですかって言ったら、してないんですよ。あまりにもひどいですよね。理不尽。そんなことで、いや、大学だけが人生じゃないだろって言うけれども、大学行ってんのと行ってないのじゃ、年収からして違いますから。正社員で考えたとしても、高卒と大卒では、生涯年収に7000万円ぐらいの開きがあります。男子で6000万円ちょっと、女子で7000万円。考えたとしてもそんな感じ。もうこの国に確実に存在している階級ですよね。格差、階級、これが固定化されるっていうことをこの先10年東京でやるっていう、まあ今ありえない話だったんですけどね。ろくな法律じゃないんですよ、法案じゃないんですよ。本当に今これからどんどん審議されていく内容は、審議拒否し、応じるのは証人喚問と引き換えにしてほしいのですが、ってことなんですけどね。私もそのつもりだったんですけど。闇っぽく言ってみたりしてね。山本さん、あなたの野望を教えてください。正直、近い将来、総理の席を狙ってますか？はい。明日にでも。とは言いましても、私、野党の末端ですから、小さなグループの一員ですので、総理っていうのはなかなかね、巡ってこないかもしれないけれども、でも私が総理、安倍さんと同じ期間できるんだったら、そうだな、格差の解消は劇的に進ませる自信があります。安倍さんがやってることとやってないことを合わせて。やってることは金融緩和、やってないことは財政出動。この国の、デフレ、不況、20年間続いてますけど、その20年間の不況が続いてる理由は何かって言ったら、国が皆さんに対してお金を使ってないってことなんですよね。財政支出が圧倒的に少ない。世界で比べても180カ国以上 IMF のデータで見たとしても、それは日本が最も金を出してない。日本が最も成長していない国のトップなんですよ。ドケチ国家。投資しないところに成長はないって当たり前ですよね。それを繰り返し続けている20年が、この日本であり。で、安倍政権結構ばらまいてるように見えますけど、実はばらまいてませんからね。十分緊縮なんですよ。ただ、金を吸って、円を安くして、ね、金利を低くしたっていうことでしかない。それによって輸入が儲かったりとか、輸出。円が安くなったことで輸出企業が力を持ったりとか、それによって雇用が生まれたりとかっていうような側面はありますけれども、まあ、これでは人々の生活は変わらないってことですね。
保育園の問題、これも安易な案って書いてあるんですけどね、本当ですね、まあ、要は、待機児童をなくすと言いながら、1人の先生あたりに抱える子どもの数を増やす、1人あたりの面積を狭めていくっていうことで、どんどん押し込めていくっていう、話なんですね、あまりにもありえないですけど、命を預かる仕事であるにもかかわらず、よりその人たちにリスクを、高めるようなことを、していくっていう話なんですよね。何よりもやっぱりそれと並行して重要なこと、 箱の確保ってのありますけど、やっぱり処遇の問題ってのありますよね。全産業平均で年収150万円低い職業がやっぱり、保育、介護もそうですけど、その人たちに対して処遇を、しかるべき処遇を全然していないってことですね。あのお金は、施設に対しては与えるけれども、施設としてもやっぱり人が足りないから、回ってきたお金はそれぞれに、払ったとしても、それは一部で、その他新しい人を入れるためのお金としてプールしなきゃなんなかったり、払わなきゃなんないっていうようなことがありますよね。これ根本的、解決になってません。私は公務員を増やすというのが一番、いい方法だと思ってます、先進国で比べたとしても日本は圧倒的に公務員の数が足りないんですよね。そう考えると、保育であったり介護であったり、でもちろんそれ以外の、障害者、施策に関係する人だったりとか、他にも福島第一の収束作業に関わっている人たちだったりとか、望めば、公務員として働けるようなことをするっていうのが私重要だと思ってます。それによって安定した職と安定した処遇ということが担保されれば、その人たちも安心して消費に回すことができて、それによってやっぱりその消費活動というのが大きくなるわけですから、国の成長につながっていくということですね。なるほど、入社試験に学歴を書くのをやめればいいのにって書いてありますね。まあでもそこら辺でちょっとやっぱり人を測るっていうところがあるから、なかなか難しいところなんでしょうけどね、まあ、学歴はあまり関係ないのかもしれないですね。中卒でも国会議員になってますから中卒じゃない、中退高校1年で中退なんで、それ中卒らしいですね、最終学歴終了って言うんですよ。ああ、そうですね。あら、永田町の野良犬からせめて飼い犬にならんとって書いてありますね。これ多分総理大臣になるためにはって話なんですかね。そうですね。まあ、TPP に種子法、水道民営化、メディアでなかなか詳しく取り上げてくれないってことですけどね、やっぱり説明するのにすごい時間かかるってことですね。あともう一つは、やっぱり、それが視聴者が受け入れるかどうかってことなんですよね。面白くないコンテンツ。面白いコンテンツをこれでも作れると思うんですけどね、テレビを取材すればちゃんと。でもやっぱり、ね、仕事で疲れて家帰ってその重いテーマをちゃんと見れるかっつったらなかなか難しいんかな。まあ何よりも TPP も種子法も水道民営化も全て企業のため、大企業のための施策なんですよ、世界で一番企業が活躍できる国にするっていうのが安倍さんの、テーマですから、それに沿ってどんどんこの国の、国富と言われるようなものを切り売りしていってますよね。 TPP で、全ての関税を、なくしてっていうようなことであったりとか、もちろん、関税だったり非関税障壁とかって言われるもの、なんですかね、っていうものはある産業を守るとか、なくてもいいものもあるかもしれないけれども、多くはおそらくその、そこで働く人々やったり生活を守るためだったり文化を守るために必要だっていうものが多いわけですよね。それを取っ払って企業側がどんどん入りやすくなって商売してくれ、例えば、種子法にしたって、その外部からの外資からの種をもっと買えるようにとかっていうようなことが多分根底にあるんですよね。
水道の民営化にしたって本当はみんなが生きるために水は絶対必要だから、水はたとえどんな状況があったとしても国や自治体がしっかりと住民に提供していくっていう当たり前の話なんですけれども、それを、その運営っていう部分を、企業側に任せてしまうと。で、企業は誰のために仕事をしますかって言ったら株主ですから、株主の利益が第一っていうような、性質を持っている者たちに命に関わるような水の面倒は見させちゃいけないってことなんですよね。まあでも、水道が、確かに老朽化している、そういうようなインフラが老朽化しているって部分がありますけど、これには大体その更新には60兆円近くかかるって話なんですけどね。それがどうしたって話なんですよ、私から言えば。だってお金吸ってそれを財政出動するっていうやり方があるじゃないかって話ですね。これをある意味、公共事業として、余計な公共事業はいらないと思いますけども、必要な公共事業これからたくさんいるんですよ。例えばそういう老朽化した水道だけじゃ、水道だけに関わらないインフラ、これの更新というものも必要になるわけだし、そういった部分を公共事業とし、でやっぱり、すごく不安定な処遇で、働かなきゃ、ならないような状態にされてしまった、政治の失策によって、政治の無策によって、ある一定の年齢層の人たちが特に厳しい、状況に置かれてるんですよね。ロスジェネって言われるような、現在35歳から45歳よりもうちょっと上ぐらいですか、私たちの世代の人たちですよね。いや、失われた20年と自分の人生、社会に出てからが鈍化ぶりしている人たち、その人たちに対してやっぱりしっかりとした処遇の仕事、安定した仕事っていうものを与えるためには、そういう公共事業っていうものも公務員化した上でセットにするっていう考え方もあると思うんです。それをやれば何につながるかっつったら、少子化問題の突破口にもなり得るんですよね。自分一人で生きるのに精一杯っていう人たちに対して安定した処遇、安定した仕事を与えるということは、やはり、次のステップに進む、恋人ができた、じゃあ一緒になりたいねって話にも進めるし、自分一人だったら無理ですよって、自分一人生きていくだけで精一杯の世の中を作っておきながら、最近の若いやつらは車も買わないって当たり前だろうって話ですよね。車買うってお前、買うだけじゃなくて維持費も大変だし、駐車場いくらすると思ってんだよ都心部ではっていう話だったりとか、あまりにも本当に自分たちがやってこなかったことを全て、今生きている人々の、個人的な責任になすりつけようとしているっていうのが本当に許せないと思います。いいですか、なんか、ね、そういう気持ちっていうのは分からない、ん分からない、ね、どういうことですか、自分たちが不利益を被ってるんだってことが分からない、そういう生活なんだと思っちゃってる、うん、すごく、なるほど。まあ、なぜこんな暮らしをしなきゃなんないんだ、俺は。今月やっと生き延びた。来月大丈夫かなと思いながら毎月毎月過ごす。で、いくら働いても豊かにもならないし、自分の将来なんて全く見えないし、不安しかないっていうような人生を送ってるのは一体誰のせいなんだっていう話になった時に、あ、頑張ってなかったな、俺のせいなのか、私のせいなのかって思わされるような状態にもなってんですよ、世の中の仕組みが。そうじゃないんだって話ですね。しっかりと、どういう状況に生まれようが、どういう、状態にあろうが、少なくとも望めば、もう一回人生をやり直せるっていうようなことを国が担保しなきゃなんないっていうか、これも構造の問題なんだっていう話になっていきますよね。うん、このままこの状態が続いていくと、生活保護もどんどん切り捨てられていって、引き下げられていって、受給できないっていう状況が生まれてっていう、むちゃくちゃな状況になっていくと思いますね。うん、そうすると、その貧しい、弱い人が、さらに弱い人をいじめるという、まあ、ルサンチマンっていうんですが、そういう状況ってのが出てくる。いや、もうすでに出てると思いますね。その件は、例えば生活保護受給を叩くっていうのは、もちろんその中には、不正受給もある。ね、2% 程度ですね。だからみんながみんなそうじゃない。逆に言えば 98% 適正受給っていう部分には目を向けずに、俺の方が働いてるのにどうして俺の方が貧しいんだと思っちゃうっていうのは、それは国があなたに対して手当てをしてないからだよっていう。低所得って言われてる人たちに対しては、ちゃんと、その所得の少ない部分を埋めるような給付を国がしなきゃなんないってことなんですよ。
でそれをじゃあどうやってやるんですかっていう、話ですけど、デフレの時、不況の時には金を吸って、財政支出って形でそういうようなこともできるし、これがインフレになって景気が上向いた時には、税金で集めたっていうものを、真っ当な税率、儲かってる企業であったりとか、あと株で儲かってる資産家だったりとかっていうとこから集めて、そういう2段階で2階建てでそういう給付をやっていくってことを多分工場化しなきゃならないんだろうなというふうに思いますね。そんなところですかね、基本ところは。議員になるために精神力はいりますかってことですけど、そうですね、私なんか精神力だけでやってるかもしれないあね、そうですね。まあまあ自己責任論だったりとか、自助、共助みたいなことを言い出すっていうこと自体が間違ってるってことですね。自助、共助とかっていう話は、もうそれはそれぞれがやってもらうっていうか、やりたい人、やれる地域はやってもらうことであって、わざわざ国から呼びかける話ではないってことなんですよ。国はそれらがなかったとしても、みんながちゃんと安定して暮らせるような、社会を構築しなきゃなんないっていう話だというふうに思います。国のせい、そうですね、まあ、政治があまりにも、政治があまりにも機能してないからあなたの生活が苦しいんだ、ごくごく当然のことですよ、だってちゃんと国が機能しているっていうような、部分が担保されている国はやっぱり社会保障も厚いじゃないですか。で、例えば高負担の場合に、高福祉を返してもらえるとかっていうところの部分は日本はまだ試したことがないですから、だからみんなの意見を先々聞いていきながら、そっちに移行してもいいよっていうんであれば、それでもいいと思います、私は。何よりも将来に不安があるっていうのが、今日を生きることを辛くさせるから、俺は丸腰でも生きていける、俺1円も持ってないけど、全然楽勝ですよ、今月も来月もって思えたら最高じゃないですか。ね、心配ない。からご飯は食べれるし、家もあるし。ね、最低限度の文化的な生活が送れるんだってことを、労働することの対価がなかったとしても、それが担保されるってことになると、何が強いかって言ったら、ブラック企業が潰れていくんですよ、それで。労働者が弱いからブラック企業がはびこるわけで。労働者がやっぱりちゃんとした権利が担保されて戦う、いつでも戦う。あ、そう、じゃあ辞めるよって。いいよ、俺だってセーフティーネットで救ってもらえるからねっていう、対等な立場になれれば、ブラック企業は生きていけないんですよ。だから、私の、やるべきこといっぱいあるけれども、やっぱり原発もそうだし、それ以外のことも被爆もそうだけれども、やっぱり格差をなくしていかなきゃ、政治にも興味を持つっていう心の余裕もできないわけだから、やっぱりそこ一番、まあ、同率1位はいっぱいあるんですけども、そこ、今力強く訴えたいところです。というわけですいませんね、今日も長い間喋ってしまいましたが、また来週も、お会いできることを楽しみにしております。それでは、はい、では切ります。